それでは本日最終日、大使をお持ちの方は15ページをご覧いただきたいと思います。ご利益集というテーマでご教科を拝見させていただきます。ご教科にご利益を見ねば疑い晴れがたし、学者物知り邪魔にこそなれ。ご利益を見ねば疑い晴れがたし、学者物知り邪魔にこそなれ。街道日泉上人お示しのご教科でございます。お題、教力宗なりということは、ご利益宗ということなり。対、人々の疑いを晴らし信心を起こさしめるには、知識や理屈ではなく現象のご利益を見せる以外にはありません。そのためにはまずは苦笑釈伏行に励み、恩教力をいただいて現象のご利益を見せてお教化させていただくことこそ仏流宗の愚通の方法であるとお示しのご教化です。とご利益を見れば疑い晴れまたし、学者もの知り邪魔にこそなれ。かように仰せの本日はご教化でございます。街道上人ご在世、当時、江戸の幕末から明治にかけてなんですけれども、当時も高僧と呼ばれた大変その偉いお坊さんという方はたくさんよその宗派にもいらっしゃったわけなんです。瞑想とか高僧とか呼ばれるね。ところがみんなこの議論ばっかりし合ってですね、むしろこのご利益という世界をこの小馬鹿にしていたようなんです。でそういう様子を街道上人が検問されてですね、いろいろ知っているから偉いんじゃないと、仏の御教えを信じてこそ偉いんだと、その信じるという心はご利益を見て初めて生まれるんだということを仰せになられたわけなんです。もちろん街道上人ご自身もいろいろと議論も交わしたりね、多岐にわたっていろいろ学ばれました、ね、でも結局のところは本日のご教科の上の句、ご利益を見れば疑い晴れがたしと、結局はやっぱりご利益、仏様が生きてましますと、そういう証というものを見せてもらわないことには疑いや迷いを破って心からの信心というものは起きないと、理屈だけでは信心が起きない。もちろんいろいろ学んでね、ものを知ることは決して悪いことじゃない。ただかえってそれが学んだことによって素直な心でお題目におすがりしよう、そういう気持ちの邪魔となるならば、これじゃご利益はいただけなくなってしまう。ならばいろいろ学んだりものを知るということが、ね、必要ない方がいいということになると、そういうところを特にご信者は気をつけながらご信心に励まさせていただきなさいよと、信心増進、素直におすがりしようという手立てになるんだったら別に学ぶのは構わない。
ただ学ぶことによって信心増進の邪魔になるんだったら、むしろそれは捨てなさいよと、そういうふうに教えてくださっているのがこの御教科のお心なんですね。拝見しますと、ご利益を見れば疑い晴れなたし、学者物知り邪魔にこそなれと、そのように仰せなんです。今日は体験談を一つご利用させていただきたいと思います。兵庫県所属の養宝寺というお寺がありまして、兵庫県の養宝寺所属の小泉博さんとおっしゃるご信者さんでございますけれども、この方は九州の方で、事業が行き詰まって、しかもこの病気の生活習慣病がたかってですね、体の調子も悪かったそうなんですね。で、奥さんのご両親が、仏流信者で、で、信心を勧められてるわけなんです。でも自分の家は代々真言宗で、ですから最初は何かと議論をふっかけては、信心しなかったそうなんですって。で、そして、九州から今度は兵庫県の方にね、移られて、養蜂寺さんに所属なさってからも、いまだもう理屈や知識が先に立って、なかなか素直に信心ができなかったそうなんです。でもそのうちお仕事もうまくいかなくなる、体ってだんだん調子が悪くなってくる。その時養蜂寺のお住職がお助教に来てくださった時、その時もまた何か議論をふっかけたそうなんですかね。その時お住職がこうおっしゃったんですって。あなたがそうやって先祖代々の修士にこだわるんだったら、だからその収支であなたの今の暮らし、あなたの今の体を治してもらったらいかがですかと。物流衆は難しいことはさておいて、お題目を唱えればご利益がいただける、そういう収支なんですと、そういうふうに、お釈迦をなさったりと、いろいろお話をされたそうなんですね。確かにそれでこだわったってですね、信号主義にこだわったって別にうまくいくわけじゃない、何もかも良くなるわけじゃない、少しずつ気持ちが、また足が養蜂寺さんの方に向いていくようになっていったそうなんですって。で、こうやって少しずつ歩み寄りながら、ご信心に励んでいかれたそうでございまして、そうしたおかげでですね、ご利益をいただいて、今現在におきましては、なんか大手のスーパーの役員をされておられるそうでございまして、お仕事も安定して、健康のお計らいもいただいて、また今はお寺の責任役員のご奉公までされるほど、信心が増進されたそうなんですって。結局はね、ご利益を見るしか、ご信心が何たるかということはわからないわけなんですね。ですから、このことをどうぞ肝に銘じさせていただきまして、我を唱え、また他の方にもお釈迦をお勧めをさせていただくことが大事大切になるわけでございます。本日の街道上人のご指南拝見させていただきますと、強力衆なるがゆえに、道理文章よりも現象を先として信心を起こさしむべし、強力衆なるがゆえに、道理文章よりも現象を先として信心を起こさしむべしと、かように仰せでございます。当衆は別名強力衆、お題にはご利益衆と、強力というのはご利益ということでございます。つまりはこのお題目の凄さ、お題目の力というものをいわば見せつけてくださる、そういう収支でございます。で、それには道理、理屈ということですね、また紋章、
まあ、教えにこうあるからこうあるから、ね、まあ、文献等で見せられる、それはそれでもちろん大事なんですけれども、やっぱりそれよりも仏様が現実に生きてまします証、これを現象と申します、ね、仏様が現実に生きている証、現象によってこそそれが強力御利益というものを監督し、信心を起こさしめるしかないんですよと、そのように仰せくださる海道上人のご指南でございます。どうぞ、今回の平成29年度の各三経の総合テーマは海道上人のお心というテーマでございます。どうぞその海道上人が我が本門仏流宗を開かれた、そういうお心というものをしっかりと頂戴させていただきまして、どうぞご利益を見せる、お題目を広める、その本筋からそれないようになお一層信仰に励まさせていただくことが大事大切と、今日はそのように学ばさせていただくご教化でございます。ご教化にご利益を見れば疑い晴れがたし、学者物知り邪魔にこそなれ。本望八本書見上行書伝本人下主の南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。新人発起消防記入の御願い、中村正樹、中村信也、柏中信弘、坂尾正人、発頭相続常住の御願い、薬務ご奉公常住の御願い、願主浜地正春、右請願者の面々、おのおの請願達成の御願い。別して祈願したてまつるところは、闘病併誘病息消滅の御願い、男子の面々、竹中圭一、土井正樹、坂尾町子、身体健全無事ご奉公常住の御願い、男子の面々、竹中圭一、土井正樹、浜地一恵、坂尾町子、心願満足ご奉公常住の御願い、男子の面々、竹中圭一、土井正樹、浜地一恵、坂尾町子、身体健全無事勤務常住の御願い、願主の面々、中村和幸、中村純子、中村正樹、中村信也、浜地正春、坂尾俊正、坂尾町子、坂尾正人、西田千原、交通安全無事故運転の御願い、願主の面々、土井正樹、坂尾俊正、坂尾町子、坂尾正人、坂尾真美子、中村和幸、中村純子、中村正樹、中村信也、中村亮、自転車走行中交通安全無事故運転の御願い、願主竹中圭一、坂尾舞と西田由衣、お堂の発頭
お相続、無事通学、学問成就、なお夏休み中、災難除滅の御願い、浜地政指導、発動相続、無事養育、成長の御願い、商売繁盛、営業、繁栄の御願い、願主中村和幸、右、祈願の面々、他祈願の面々、諸願満足、現象ご利益、官能同居、愛民の順。本は八本書見上行書伝本人月主の南無妙法蓮華経南無妙法蓮華経南無蓮華経南無蓮華ハハハハ。
ちょっと見せてもらっていただけますか。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日ご苦労ありません。どうぞ、やってください。